ご視聴ありがとうございます。今回は、戦国時代の逸話が語源となった言葉受選、をご紹介します。戦国時代の逸話が語源となっている言葉、1。勝って兜の尾を占めよ、です。うまく言っている時ほど、油断しないように、という意味ですが、実はこの言葉は、戦国大名、北条氏綱が、着難、氏康に残した遺言なのです。 北条氏綱は、相模、現在の神奈川県を拠点としていた戦国武将で、下国城の先駆けとして有名な北条宗雲の嫡男です。北条氏の二代目当主にあたります。北条氏綱も、父、宗雲に負けず劣らずの武将で、関東南部に勢力を拡大させました。また、この遺言を受けた北条氏康も、祖父や父に引けを取らない武将でした。関東の大部分を支配し、武田信玄や上杉謙信と互角以上の戦いをしたことでも知られています。 しかし、勝って兜の王を締めよ、の遺言を、しっかり守ったというわけではないようです。関東の大部分を支配した頃、突如、上杉謙信に攻め込まれて、その領地の大半を失ってしまいました。この時は兜の王を締めるのを忘れていたようです。しかしその後、兜の王を締め直したのか、失った領地のほとんどを回復します。素晴らしい教訓があっても、実際に経験してみなければわからない、ということかもしれません。 戦国時代の逸話が語源となっている言葉、2。敵に死を送る、です。これは、敵対している相手を、あえて助ける、という意味で、武田信玄と上杉謙信の逸話から生まれたということも有名です。しかし、そのいきはあまり知られていません。甲斐の武田信玄は、相模の北条氏康、駿河の今川義元と、高層寸三国同盟を結んで、越後の上杉謙信に対抗していました。その頃、桶狭間の戦いが起こりました。 今川義元が織田信長に敗れて命を落としたのです。これを好機と見た武田信玄は今川領に攻め込みました。このことにより三国同盟は破棄され武田氏は今川氏だけでなく北条氏も敵に回すことになりました。そして今川氏と北条氏は武田領内に塩を販売することを禁じたのです。海に面していない甲斐・信濃の武田領は塩が不足し、民衆は困窮しました。 その状況を知った上杉謙信は武田領への塩の供給を禁止しなかったという伝承があり敵に塩を送るという言葉はこの伝承から生まれた言葉ですしかし実際は史実かどうかはわからないそうです戦国時代の逸話が語源となっている言葉3「山間、です意味は勘で山を張るという意味ですが武田信玄の伝説的軍師山本勘助が語源という説があります 山本勘介は井上康の小説「風林火山」やそれを原作とした大河ドラマの主人公となった人物ですが実はその実在さえも疑われた謎の人物ですそもそも軍師という立場は戦国時代には存在しなかったとされていますそれはさておき山本勘介の有名な逸話に武田信玄と上杉謙信が激しく戦った第四次川中島の戦いの話がありますこの戦いにおいて勘介はキツツキ作戦を提案します 西女さんに布陣する上杉軍を背後から別動隊で攻め、混乱した上杉軍が山から降りたところを本体で攻撃するという作戦です。これは、キツツキが虫がひそむきの裏側をつついて虫を驚かし、反対側に出てきたところを食べるという捕食方法にちなんだものです。しかし、この作戦は上杉謙信に見破られ、窮地に陥った武田軍は、本陣が壊滅寸前になるまで攻め込まれました。山間は見事に外れてしまったのです。 乾助は失敗の責任を取るために自ら戦場に立ち命を落としたとされていますちなみに上杉謙信が刀で切りつけそれを武田信玄が軍配で受けるという有名な場面はこの時のものです戦国時代の逸話が語源となっている言葉4「浸透を滅却すれば火もまた涼し」ですこれは困難な状況であっても精神集中して無我の境地にいれば苦しさを感じないという意味です 5度にも及んだ川中島の戦いの後武田信玄は幕府の仲介で上杉謙信と和睦しますそして上洛を目指して西に進行しその間三方ヶ原の戦いでは徳川軍を壊滅状態まで追い詰めましたしかし上洛の道中で武田信玄は病死してしまいますすると今度は一転織田徳川軍の反撃が始まり後を継いだ武田勝頼の代で武田氏は滅びてしまいました ところで武田氏が治めていた階にエリンジという寺がありますエリンジは信玄の菩提寺で現在も観光スポットとして人気がありますその頃エリンジは織田徳川と敵対する六角義貞をかくまっていました織田徳川軍は義貞の身柄を要求しましたがエリンジはこれを拒否したため織田徳川軍はエリンジに火を放ちましたこの時住職の海戦蒸気が自勢として読んだのが浸透を滅却すれば火もまた涼しだったそうです 戦国時代の逸話が語源となっている言葉今回は天王山三日天下ラガ峠の3つの言葉を続けてご紹介します天王山は今でも特にスポーツ等で使われますこの試合に勝った方が優勝に近づくといったような重要な一戦を天王山さらには天下分け目の天王山と表現します皆さん本能寺の変はご存知ですよね 天下をほぼ手中に治めていた織田信長が家臣の明智光秀の謀反によって殺された日本史上最も有名な事件の一つですこれで天下を取ったかに見えた光秀ですが大きな誤算がありました遠く離れた中国地方で毛利氏と戦っていた羽柴秀吉後の豊臣秀吉が早々に毛利氏と和睦し予想をはるかに上回るスピードで京都にやってきたのですこれは中国大返しと呼ばれています こうして、早くも光秀と秀吉は、京都の山崎の地で私有を決することとなりました。その山崎の地にあったのが、天王山という山です。相手より高い位置に布陣した方が、有利に戦いを進められますから、両軍はこの地をめぐって争いました。そして、この天王山を制した秀吉が、この決戦に勝利し、天下人となったわけです。しかし、実際は天王山には布陣しなかったようです。 ところで、敗れた光秀は、なんとか戦場から逃げ出しましたが、落ち武者狩りの農民によって殺されたそうです。本能寺の変から山崎の戦いまでの、わずかな期間だけ天下を取ったことから、三日天下という言葉が生まれました。しかし、実際は13日間でした。また、秀吉の中国大返しの他に、光秀にはもう一つの誤算がありました。頼りにしていた近畿の有力武将が、味方についてくれなかったことです。 特に懇意にしていた大和の武将筒井順慶が中立の立場を取ったことは大きな痛手となりました筒井順慶は明智方に味方するために京都と大阪の境にあるホラガ峠というところまで軍を率いてきていたのですが態度を変えて日和見することにしたのですこの話からひとまずどちらにも組みせず戦況を見て有利な方に就こうとすることをホラガ峠とかホラガ峠を決め込むと言います しかし、実際に日和見していた場所は、ホラガ峠ではなかったようです。こうして、一つの戦いから、現在にも残る三つの言葉が生まれました。それだけ、山崎の戦いが、日本史上重要な戦いだったといえます。戦国時代の逸話が語源となっている言葉、8。元の木網、です。これは、一度は良くなった状態が、元の悪い状態に戻ってしまう、という意味です。これも実は、前出の筒井順慶に関係がある言葉です。 純慶の父、筒井潤昌は27歳で亡くなったのですが、その時、着難である純慶はまだわずか2歳でした。潤昌は、死の直前、しばらくは自らの死を隠すように家臣たちに命じていました。当主の死を隠すのは、近隣の勢力につけ込まれないためで、戦国時代にはよくあることでした。そこで家臣たちは、潤昌に姿も声もそっくりな、木阿弥という僧侶を影武者にして、潤昌の死を隠すことにしました。 木阿弥は影武者をしている間は贅沢な暮らしをすることができましたがしばらくするとその役目も不要になりました筒井氏の家臣団が幼少の当主淳慶を支えながら自分たちだけでもやっていけると判断したようですそして木阿弥は元通りただの僧侶に戻されてしまったというわけですこれが元の木阿弥の語源となりました戦国時代の逸話が語源となっている言葉「旧、小田原表情」です これれは長引くだけでななななかなか結論が出ない無駄な会議の比喩として使われます明智光秀を滅ぼした秀吉はその後織田家でライバルだった柴田勝家を滅ぼしさらには四国や九州も平定朝廷から豊臣の生徒関白太政大臣の地位も賜り天下統一まで残すは関東の北条氏と東北の伊達忍となっていました 秀吉は関東各地の北条勢の城をことごとく落とし、北条氏の居城、小田原城を20万以上の大軍で取り囲みました。その頃の北条氏は、初代の宗雲から数えて5代目、北条氏直の代となっていましたが、実権は父の氏政が握ったままでした。初代から3代までと違って、凡庸な武将だったとされる氏政は、重臣たちを集め、表情つまり会議を何度も開きました。 豊臣軍に対して籠城すべきか出撃すべきかはたまた降伏すべきかを決めるためですしかしこの議論はなかなかまとまりませんでしたこのことから長引くだけでなかなか結論が出ない無駄な会議を指す小田原表情という言葉が生まれました戦国時代の逸話が語源となっている言葉「銃」最後にご紹介するのは「伊達」ですこれは「伊達男」とか「伊達眼鏡」のようにおしゃれとかかっこつけているという意味で使われます 豊臣秀吉の軍勢が北条氏の小田原城を取り囲んでいたとき、一人の男が秀吉を訪ねてきました。まだ秀吉に強順していなかった東北の有力大名、伊達政宗です。伊達政宗は豊臣からも北条からも味方をするように要請されていましたが、態度を決めかねていたのです。しかしついには、秀吉に従うことを決めて、地産の謝罪にやってきたのです。政宗は、秀吉への越見の場に、死を覚悟した白装束で現れたそうです。 派手好みの秀吉は、この大胆なパフォーマンスに、政宗の地産を許した、という話が伝わっています。頼みにしていた伊達政宗が秀吉に従ったため、ほどなくして北条氏は秀吉に降伏しました。東北の有力大名、伊達氏を従え、さらには北条氏も滅ぼして、天下統一を成し遂げた秀吉は、次に朝鮮半島へ侵攻することを決めます。もちろん、伊達氏にも出撃命令が出たため、伊達軍は九州を目指して行軍しました。 そして、伊達軍が京都を通過する際、彼らのかっこいい装いが、京都の民衆の話題となったそうです。伊達政宗のパフォーマンスや、伊達軍の装いが、伊達、という言葉の語源とされています。もちろん、諸説ありです。戦国時代を語源とする言葉10選、楽しんでいただけましたでしょうか。次のシリーズもご期待ください。